皆さん、こんにちは。今回は大炎上してしまったテレビ番組を5選紹介します。衝撃的な理由で炎上してしまった番組を紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。ジョブチューン ジョブチューンは2013年から放送されているバラエティ番組であり、お笑いトリオネプチューンの冠番組であります。この番組では自社の商品を一流シェフたちに食べてもらい、合格か不合格かを判定してもらうというコーナーがあるのですが、正月特番で放送されたセブン、ファミマ、ローソンの商品をジャッジしてもらう回が大炎上してしまうことになります。この企画でファミマ側は一押し商品だという自家巻き和風綱 マヨネーズおにぎりを出したのですが審査員の一人である小林浩二シェフはなんと商品のおにぎりを見た瞬間「いやもう僕いいです」 このおにぎりは僕に食べてみたいって気にさせないと発言し食べることを完全に拒否しましたそしてその言葉を受けた女性社員が涙ながらにこちらの商品はお客様やスタッフの方々に愛されてきた商品で毎年リニューアルを重ねていますぜひ味の評価をしていただければと思っているのですかとお願いすると小林シェフは仕方なく口をつけ不合格の判定を出しました小林シェフは妻と共に最高級イタリアンレストランを を運営し食べログのの評評価価はは当時4.47といいう高評価を得ていたのですがこの放送がきっかけで視聴者から大バッシングを受けることになりなんと嫌がらせとしてお店に大量の低評価をつけられたり小林シェフが運営する全ての SNS が荒らされなんとレストランは閉業にまで追い込まれてしまいましたしかしこのような小林シェフの発言をテレビ局側は一切カットすることなく放送したため小林シェフを視聴率のために出し にしたという意見も多くテレビ局側を批判する人も多く生まれましたまた小林シェフは番組内で商品を酷評したものの改善案をいくつも出しており料理に対する真摯な姿勢があのような厳しい態度になってしまっただけだという意見も多く存在しています今日で捨てましょう 今日で捨てましょうは2017年4月1日に放送された特別番組であり、一般人からの捨てたくても捨てられないものを捨ててほしいというリクエストに応えるという番組であります。この日は夫が大切にしているガンプラを捨ててほしいという依頼を出した妻と娘が登場し、捨てたい理由は結構古いし埃もも被ってるからと説明、そして依頼を受けた千原ジュニアさんが何も知らない夫にそのことを切り出すと、夫は いや、え どんな話になってるんですかと困惑を見せ、市場価値はないかもしれないけど、私にとっては価値のあるものなんです、と必死に訴えていました。そして夫が集めていた段ボール一箱分のガンプラを鑑定に出した結果、どれも数百円の価値しかなく、この結果を踏まえて家族や出演者が改めてガンプラを捨てるように説得、しかし夫は自分なりの思い出があるので、と必死に訴え続けていました。しかしそこまで嫌がっている夫に対し、 妻が最低の言葉を浴びせますそれはどうせちょっと先に死ぬだろうから死んだらもうただのゴミでしょという痛烈な一言でありましたこれには夫も死ぬまで待っててよと泣きを入れましたがそれでも出演者や家族の構成は止まらず最終的には何とかお願いしますそもそも何で責められなきゃいけないのと懇願を繰り返すとようやく持っているガンプラの中から1つだけを捨てるということで決着がつきました結局捨てることに にな,ったのはなんとか夫の大切なコレクションは守りきることができましたがこの放送を見た視聴者からは不快感しか感じなかった妻と娘は自分の大切なものを捨てられたらどう思うのだろうかといった批判的な声が多く上がり大炎上することになりました「トンネルズ」の皆さんのおかげです。 トンネルズの皆さんのおかげですは、トンネルズの皆さんのおかげでしたの前番組であり、89年から94年までのバラエティ番組で年間平均視聴率1位を記録した大人気番組であります。この番組はお笑いコンビ、トンネルズと多彩なゲストたちによるコントを中心に構成されているのですが、1991年10月に放送された企画があまりにも不謹慎なものであり、批判が殺到しました。この日はいつも の明るい雰囲気とは異なり冒頭に「緊急搬送・盲腸に倒れる木梨憲武さんをしのんで」というテロップが表示されるとなんと木梨さんの白黒写真が置かれたスタジオに立つスーツを着た石橋孝明さんとアナウンサーの姿が映し出されましたそしてアナウンサーは真剣な表情で今日午後5時30分過ぎタレントの木梨憲武さん盲腸のために信じられないことになってしまいました本日は番組内容を変更し 木梨憲りを偲んで、と題しまして、特別番組をお伝えしてまいりますと、まるで木梨さんが休止したかのようなことを話し始めました。さらに石橋さんも、この番組を通し、ファンの方の胸に木梨憲りを刻んでほしい。僕から言えるのは、ハゲる前に死ねてよかった、などと話していたのですが、突然木梨さんが二人の後方に現れ、眠んねえよこの野郎と石橋さんの頭を叩くと、これが視聴者に向けたドッキリであることが明かされました。 そして、この斬新すぎるドッキリは放送後大きな反響を呼びましたが、同時に不謹慎すぎる、心臓に悪いなどといった苦情の電話がフジテレビに殺到し、大炎上することになりました。また、この番組を見ていた木梨さんの親戚も、後ろに現れるまで完全に信じてしまっていたようで、後日親戚からはめちゃくちゃ怒られたようです。ザ・鬼退治。 ザ・鬼退治は TBS 系列で放送されている特別番組であり出演者に襲いかかる鬼を撃破しながら賞金獲得のために生き残りを目指すシューティングサバイバルゲーム番組ですルールは出演者が銃で鬼を退治すると賞金が手に入るのですが鬼の攻撃を受けると即失格になり賞金も没収さらに出演者の腕には携帯デバイスが装着されておりそこへ送られてくるミッションを達成しながら 生存を目指すすというルールーでありますしかし、このようなルールは人気番組、逃走中とそっくりであり、あまりのそっくりさから人気企画のバリエーション企画のように思えますが、なんと、逃走中は富士テレビ、ザ・鬼退治は TBS 系列の番組であり、完全にパクリであると言われています。さらに、ルールだけではなく、携帯からの発信音やナレーションの人の声も全く同じであり、あまりにも堂々とパクっていることから、ネット上では批判よりも 呆れた声がが多数上がっていますさらに、2021年12月31日に放送されたザ・ The、鬼退治大晦日決戦 in 鬼ヶ島では、パクリ疑惑だけではなく、なんとやらせ疑惑まで浮上してしまいます。実は以前からこの番組にはやらせ疑惑があり、インパルスの板倉さんと加藤浩二さんのペアが鬼にやられたように見えたシーンがあったのですが、実はギリギリのところで板倉さんが鬼を退治していたと放送。しかし、これは 番組は番組側が板倉さんを残したいために改ざんしていたのではないかと言われており、編集によって板倉さんが打った球が鬼に着弾しているように見せていたとも言われています。そして2021年12月31日に放送された回では、女性アイドルである与田さんが優勝したのですが、体力や身体能力が必要とされるこの番組で、彼女が優勝するのはあまりにも不自然なのに加え、以前からのやらせ疑惑もあることから、再び炎上する。 するにまでなりました「24時間テレビ」。 24時間テレビは1978年から毎年8月下旬に放送されているチャリティ番組でありますが感動の押し付けや偽善番組など言われ意見が大きく分かれている番組でもありますその中でも2002年に放送されたチャリティマラソン企画でとんでもないやらせが発覚し大炎上してしまうことになりますこの年のランナーは女優の西村と美さんが務めており番組のエンディングである2日目の 午後9時までに100キロを走り抜くという挑戦をしていたのですが放送2日目の午後6時過ぎの時点では残り30キロをたったの3時間で走らなければならないという厳しすぎる状況でありましたしかしそれからわずか1時間後再び西村さんに中継が切り替わると残り30キロであったテロップが残り10キロへと変わっておりなんとたったの1時間で20キロも走っていたということになりますしかし約21キロを走る女子 ハーフマラソン選手の世界記録が1時間2分52秒のためこれが事実だとすると西村さんは疲労が溜まっている状態で世界記録並みの速さで走ったことになりますそして最後は無事にゴールにたどり着き他の出演者やお客さんたちから祝福を浴びていましたがこのバレバレの不正に対しネット上では「完全にやらせワープ能力者だったのかテレビの闇を見た」などの声が多く上がり大炎上することになります さらにこの不正がきっかけで毎年ランナーを追跡し不正行為がないかを見張る24時間マラソン追跡団が結成一見迷惑集団のように見えますが実は不正行為を見張りながらもマナーは徹底しており駆けつけた一般人を混乱が起きないように整理してくれたり番組の自転車がパンクした際にはなんと追跡団が修理まで行ってくれていたようですそのため2011年にランナーを務めた徳光和夫さんは 追跡団に最後までありがとうと感謝まで述べており、ネット上では彼らこそが本当のチャリティーだという声も上がっています。いかがだったでしょうか今回は大炎上してしまったテレビ番組を5選紹介しました。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。